なんだ、山下の電話拾ってうるさいわ、もう。いや、お前かよ。絶対怖いんだよ。配信なんか絶対。買わないなんか絶対言うなよ、その代わり。は？は？買わないなんか絶対言うなよ。うるさいお前は。待て。ご飯つって言ってんだろうよ。わかったわ。ね、行けや早く。うるさいよ、だめ。じゃあ来るな、ご飯に。食うな。お前ご飯食うな、じゃあ。お前が食うな。お前マジで食うなよ、今日のご飯。お前なんないけどな。もういいよ。俺ラーメンでも食べる。ああ、じゃあな。食うな。あいつは食わせません。あ？なんだよ！だよな。ラーメン食えよ。お前これ食えなよ、こんなもの。うわお前早く食えよ、お前全部。いや、お前に、はい、お前に言われても手ぶらやつ食います。はい、食え。お前ラーメンも食えなよ。うるせえ。出ていってよ、この家から。ここでもね、おやつ食えよ、お前の。出ていって。いや、親でもない子でもないって、別に お前の親じゃないし。なや、もういいんじゃ、出て行け、この家から。俺必要ない。とりあえず35万だけ貸して、そしたら出て行く。ないよ、青かお前は。あんなもん警察行って頼んでこい。警察は貸してくれんの？あ、警察は頼んでくれ。お前の親に入って35万貸してくださいって言って頼んでこい。ん、え、警察貸してくれんの？頼んでこいや。お前だって電話して聞けや。頼まれたんだ、お前と話して。バカ、バカ。いや、お前がその話してきた。頼まれたんだ。あ、ラーメン作ってやるわ。うるさいって出てきてるの。違う、おかしいだろ。ラーメン作ってやるわって言ったらうるさいだろ。マジ。おい、これ、これ。なんもいらんわ、お前。いや、これいらんの。いらねえ！言ってどうだろうよ、このくそ。見ててほんと飯食わんかよ。食えばいいが。食うなんて言っただろうか、お前は。このくそ。出て行けよ、この家から。出て行けって何なの？何でもいいわ、お前みたいなものは。こんな、恩知らず、親知らずみたいな男は出て行け。親知らず？親でも子供ね、出て行け、ほら。いや、お前の親ではないんだよ。今からすぐ出て行け。今からすぐ出て行け。もうちょっとしたら行け。出て行け。いや、お前よだれ垂れてますけど。出て行け。なんかね、あのでかい声出しすぎて脳梗塞になってますけど大丈夫？なったらお前のせいだわ。いや、それはお前の日常生活だろ。
何言っとるやつおかしいだろ、普通に出て行けて、どこから出て行かんといけんや。お前やぐるぐる全然食べてしろしないわ。だけどまだ食えんけんだわや。もうやめるよ。じゃあやめるわや。俺もこれにするわや。これ食わんわや。これお前が食えや。じゃあこれお前が食うなんて、どんなことこのツラ。だって基本的にはこれ案件でご飯食べるんだ。俺も食べるなって。俺もこれ食うわ。あ、別にあなたのリスナー嫌われても大丈夫です。あ、別にあなたのリスナー嫌われても全然大丈夫です。あ、全然大丈夫です。全然大丈夫です。あ、で全然あなたのリスナー嫌われても何とも思いません。いやだから、いやだからこれ食えって言ったのに、あの食わないし、お前が食えやってるから俺も食わないし。だ俺も食わんわ、そんなんもん。自分で食べるなんてって何言ってんの。なんでいっぱい作ったり、なんで二人ともそんなことしてるの。俺が言ったんじゃねえわ、こいつが。知らん、お前が、お前が来るなって、来いって言ったのに、うるせえとかって切れるけんだろうが。来いって言ったけど、後で来るって言ったんかの、ね、あだこうだ、あだこうだって言ったら。うるさいけんだから、この黙れ、この。もう出て行け、家から。いや、前が一番うるさいよ、その声。ご飯でもいいよ、お前みたいなもんが。うるせえよ、お前。出て行かんでも、出て行け。大きな声やめて、本当にやめて、本当に。言うた名言。付き合わずにない。名言でない。なんで一生懸命作ったのに、こんなにいっぱい作ったのに、なんで二人ともラーメンと焼きそば。こいつが一番悪いよ。いや、あんたも悪いだろ、普通。お前が一番悪いだろ。お前、呼ばれないで、来てお前。こっちで。なんだ。どけ。待てよ、お茶入れてるだろうが。向こうから入れりゃいいことだろうが。こぼれる、こぼれラーメンが。どけ。黙ってや、今。向こうから入れろよ、もうこのクソが。なんでだよ、こいつが一番悪いの分かっててやっとるんだよ。あっ、こっちやってみてんの。大きな声はやめてよ。俺だってやりたくないよ。大きな声やめろよ、マジ。どけ。なんだよ、お前。言ってやよ、お前。言ってやだろ、こっちが言ってやよ。くせぇ。お前だろ、くせぇ。お前だろ。お前だ。出て行け。お前出て行け。出ていくわ。ああ、お前の車で出ていくね。お前の車と俺の車で出ていくな。お前の車と俺の車とはどういうことですか。俺の車出ていくけんな。じゃあ行けよ、早く。おお、これ食べたら出ていくわ。ああ、なんでお前これじゃ入れもんが。いいじゃねえ。今日の飯は焼きそばです。あ、やべ、ミスった。火薬入れるの忘れた。いや、どなんかそうなんだよね。どんだけなんかあの喧嘩して喧嘩しても方向性が一緒だから結局一緒のところにいるね。最悪なんだけど、それが嫌なんだけど。出て行け。馬が出ていくって言ったのさっき。うん、ああ、どこに行くや。35万貸してから行けよ、先に。意味わかんない。何お前に働いてる、思ってんの。俺に貸す理由なんか全くない。逆にあんたから何百万もあの返してもらいたい。あ、昨日100円貸してって言ってきたよね。100円貸してあげるから35万貸して。1000万もらうんだったら35万貸してやるわ。じゃあ1000万あのなんかあの稼げるようなとこって見つけてきて、見つけてきて。あ、そう、電話だよ、電話。
電話だよ。おい、あ、おい、いや着替えてないじゃん。いや今ズボン変えて、今度上も変えるよね。もう外に出ないんだけん。だから電話でどうやったよ。今日休みだったし。誰に電話したでしょ。だから転送になったんだよね、社長さんの携帯に。どういうこと話した。今広島に野球見に来てますよ私。うん、なんか野球やってんじゃない今日。うん、なんか泣いたかなんか知らんけど。明日またお願いしますよ。なんかさっきなんかコメントでなんかあの BM 電話した人って広島の人って来たけど、どういうことや。は？何のこと？知らん。 BM 電話した人広島の人やってくれってる。今私が広島におられて言ったんじゃないの。だってそんなこと私が話しなくて。いや、あなたがじゃあそれを言う前に。みんな出ていけだな、本当に。ごつまり伸びる。あ、そうだね。もういいのかな。もう3分経った。 DM 買わないの。いや、買いますよ、買いますよ。全員で出てけば確かに。BM の前オーナー、あ、BM に乗ってた人がね、その BM を。あ、そういうこと。ちゃんと握りしよう。いや、俺ちょっともう、あの、ちょっと残ってる方がいい。こちらに誰が食べるの？このおかず。あんた食うの？なあ。まあ、平八が、今日がラスト飯なんで。今日ラスト飯なのでね。今から車を返して、あんたに車を返して、俺はあのアルト乗るすわ。じゃあすぐ出てけよ。BM いくらくらいするの？30万。30万っす。とりあえず荷物だけちょっとあの動かさせてもらうから、出るときに。最後の晩餐っすね。もう帰ってくるなよ。あの部屋俺がもらうから。いや、あの俺があのラーメンとコップを投げつけた。そうでしょ、うん、何した。何も割れなんでよかった。もう私あんたと戦う。なんでや。全然戦う。ね、戦うって。もうあんたに邪魔する。配信して、これからあえてあえてあんた。おい、俺今日から出るけん、それにちょうだい。帰ってこんけん。また出るって言った。出るわ。配信で戦うとは、なんつか。あんたのわざとに、あんたにやってる時間にあえてするんだもんね、配信。だんだんね。ああ、なるほどね。あの、そうやって、そうやって、あの、閲覧を伸ばす方向ですね。いや、あんたの、あんたの
戦います。そんなにあれなんすか今。そんなことはどけてんのに一緒だよ。なんだよ、お母さん。次、現金持ってないんだよ。下ろしてないけ。まだカードでいいよ。もう帰ってこんけん。すごいっす。いいよ。また落ち着いたら連絡するわ。お父さん、それ明らかにバグないの。ケツが全部見えてる。いや、店に来てるだろ。3000円でいいか。財布あるけど。いや、1000円あげると3000円でいいかって言ったのに、3000円やるわって言ったのに。あ、どうせどうせあんた明日病院行くの。いいバッと覚えたのことは。どうする病院で行くわ。自分で出せ。ほんと待って、出せってどういうことだよ。もうただなしで行くわ。だけど3000円やるって言ってた。うるせえ。いやいや、まあ俺の荷物もあるだろう。どれ？ウィーじゃねえわよ。いや、昨日もなんか夜中は切れてきたけどな。ずっとなんか喧嘩してましたよ。100円で警官してましたけどね、夜中。100円で喧嘩してた。100円をか、あの、よこせ、やだ。100円よこせ、やだ、よこせ、やだ。警察呼んだの？また誰か呼んだんじゃ。なんで言ったか知らようか。切れてるからだよ。こっちが普通呼んでるのに。役者なんだこれ。すごいなお前、役者って。殴ったら捕まり、俺殴られました。なんで？今通報があったけん。何言って通報があったの？だけあんたが、まあ、お父さんを、まあ、なんか虐待してるみたいな。あ、そうね。ちょっと、ちょっと、で、ちょっと今ちょっと
出かちょっと出かけるので主人がちょっともう一回一回切ってもう一回電話しますって今から電話するけどどう言って言えばいい。なんで虐待なの逆に。あんたない私見てなきゃわかんないんだわ。俺が普通にご飯ご飯つって言ってんのにねうつえみたいな感じでかい声出してるからさ。やたらと車のことでやたら切れてんだよ。車の話すんだとか言って何を恐れてるか知んねえけど。なんだ車の話。知らねえよ。蓄電でも車に入ると勘違いしてんじゃん。そもそもずっと言ってんだよ。車の話すんだって言って。うん、あら、俺に切れてるから、だからもう早く行くよって言ってんのに、車のことで切れてるからあいつが。だからもう食うなじゃんって。食うなってなんだ。いや食うなじゃんって言って。昨日の夜からなんか俺に切れてんじゃんね。車のことと車の話をするなって配信上で。あと昨日100円俺がやあのあげなかったこと。お茶碗投げつけたのもあのあいつ本人だし、この方も。何が逆転やねん、お前。もったいない。飯を食うなって言って自分が間に上げただけ。そもそも昨日の 夜中からね、おかしかったです。被害者ずらして勝手に被害者ずらして車の話のことでまず毎日は夜中から切れてたんだよね。なんかもう配信で車の話すんなとか言ってはぁ、あ、はもう寝したらいけんよ。買うんだからこれ買わないんだったら車の話 しないけど。大体さ、大体ね、あの、お父さんを呼んできてって言ったのは、もうそもそもイカルドです。俺に対して。イカルドがそもそも呼んできてって言ってましたよね。俺はそれに呼ばれたから呼びに行っただけなんですけど。そしたらなんかあいつがイラついてるから、こっちもイラつくじゃん。呼ばれたから呼びに行っただけ。そしてあいつが切れてたから、うん、昔じゃあ食うなって言ったらね、まあ、食うなよってなら、そしたらラーメン食うわって言ったらそれだけ。持って行ったっていうか出て行ってないじゃん。BMW で家族はまあまあすでに崩壊してんだけど、BMW でまた崩壊したんだけど意味が分かんない。
か BMW が疫病神になってるやん。事件性なんかあるかい。あのラーメンが俺の顔面に当たってた事件性だけど、あの茶碗が。見ろ2階にいるやん。2階に一目散に逃げたね。察知能力や。でそれプラスあのうちの母親があのもっと長いこと配信者になるみたいです。うん、気持ち悪い。昼もして夕方もして夜もして、超配信能じゃん。すごいな。俺より配信ハマってるんじゃないか。うまい。家族の中で一番配信が嫌いだった人間が家族の中で一番配信能になるっていう、ね、配信病になるっていう。しかも相手の手に自分相手を求めてないとか美化してあしてたね。このテープなんすけ。いや出ていくらしいよ。出ていくところを警察に止められて、まだ警察の事情聴取が始まる。警察に対応したら、いやまだ来てないでしょ、そもそも。わかんない。来てんの。警察が来るのか、多分。あれ。うん。あれ鍵がね。
あれ鍵がね。いや待って。え、で来るって今から。いや、そういう配信ってそもそもあんたじゃん。そもそもあいつに呼んできてって言ったのは。いや、お父さん呼んできてって言ったじゃん。だから俺は言ったじゃん。で、あいつはめちゃくちゃ切れてるじゃん。だから俺がもう普通に、じゃあお前来んだもんって言っただけだわ。まだ自分、あなたはね、毎回毎回自分のせいにされたくないっていう、ただこうやって守りで言ってるかもしれないけど、俺はだから事実教えるわ。お前が呼べって言ってきたから呼びに行った。で、ご飯だぞって言ってたら、まずそもそもなんか最初から切れてた。昨日の夜のこと、夜中のことで。で、切れてた。で、ご飯早く、ご飯早くって言ってるのに、切れてる。行くわやって言うから、じゃあ早く、これせやって言って、まだ行こないから、じゃあもう食うなって言っただけ。え、何急に。そしたら出ていくって言いました。それもしない。ですよ、警察さん。警察さん、今氷川の交番の人見てるじゃないの、あなたたち。何も虐待してないからね。ちなみに。こんな言われたことをやっただけなんで。今見てますよね、あなたたち。確かに警察、いや警察官も別に何も悪くないです、警察は通報されたから来てるだけ、通報したやつは悪いし、まあでもあの一番悪いやつは平八が昨日の夜中のことを引きずってる。だから結果論は平八が一番悪い。またさ、この配信を見てるわけですよ。この配信をまた平八も見なくてもいいのに、いちいちこの配信を見てるからね。またそれでストレス溜めてんでしょ、おっさん。みんな配信、まあ、目の前にいんだから。グルゲンに警察、いやそれは知らんけど、いるんじゃない、いるでしょ。見るなよ、見るも見ないも俺の勝手だがやって昨日夜中言われましたけど、じゃあブロックしたいので、あ、ブロックしてるんだった、ブロックしてるのに見られてるんだった。うわーきつー、コメントだけ見てやがる。いや、ブロックされてるのに見たいってやばいって、それ粘着ですよあなた。
大体家の前で俺の配信見な。そもそも。あ、平八のサブアカだ。SWHTOTOSWH931I 平八のサブアカだ。平八のサブアカだ。やばい。見るな。いや、生で見るか、目の前、目の前なんだ。ここの距離で配信見るか、普通。配信みたいなのもそこから窓から顔出してずっとこっち見ときゃいいじゃん、そこまでしてみたいなら。窓から顔出してそこっち見とけよ。コメントが重要。ああ、だから自分が何書かれてるか気になるってことね。要はそれ、そういうことですか。まさか。しないよ、クラクション防御みたいな。こんばんは。平八は、やばいでしょ。今ね、あのこのなんかホワイトボードを使われたらね、説明できるのに。今の現状、まず平八はあの米欄が気になる。米欄が気になって米欄でストレスがたまる。で、ここはヒカルドがあのなんかあの宣戦布告されました。なんか、はい、俺が配信してる最中はずっと配信を回すらしいです。うん、で、あのリスナーさんを使って俺に攻撃をさせるっていう。よく考えてみてください。で、俺は配信。これやばいだ。こんな家族いねえだろ、こんな。うちぐらいなもんですよ、そんなもん。どういうこと？いや、だからもう一回説明する。平八は俺のコメ欄が気になる。あのまあだからあのコメントで誹謗中傷されてることがね、あのマティアスに虐待されてる、うん、それを含めてマティアスに虐待されてる。でイカルドはあの宣戦布告で、マティアスが配信してる時に自爆してリスナーに使ってあのマティアスを攻撃させる。で、俺は普段通り。この三角形、見てください。これやばいだろ、普通に。なんだこの家族って誰で。夏の大三角形。もうなんか、まあ平八はまだわかるわ。ここでコメントであの自分の誹謗中傷されてるのがストレスになる。これはまあいいわ。ここはまあメンタルが弱いということで。で、これやばくない？ここ。ここおかしい。これ頭に変えてるよ、ここ。息子が配信してる時に配信をつけて、自分のリスナーを使って息子の配信を邪魔するっていう。どういう頭の構造それ。バカすぎるでしょそれ。
いや、ここがもう、ここがさ、もうそういう感じになってること自体がさ、あの、なんか僕の配信をなかなか見てきてる人たち、だ最近見た人たちは分かんないと思うけど、なかなか見てきてる人たちからしたら、もう、あの、わらわらわらでしかないんだよね。しかも、なんかあの、もう引いた笑いっす。やば。お前、すげえなっていう。なんでそんな感じになったのっていう。お前どうしたみたいな。そこで攻撃って、いや人ってだね、本当に180度変わりますよ。本当変わる。俺もすごく分かったわ。天と地で変わるからね。変わりすぎやろ。いや変わりすぎだよ。昔は配信に顔が映されること時点でね、もう本当にもうずっとなんか本当にこんな感じでずっとこんな感じだったのに、今では配信のためにメイクします。鏡見て、あ、これでいいかな。うん、じゃあ配信スタートします。あ、女優ライトがつけて、ここにつけて、あ、お疲れ様ですとか言って、全然違うからね。人間すごいな。なんでそうなったん？いや、分からん。いや、分からん。もうしまいには、あの、あれなんじゃない？しまいには、なんかあの、ねえ、私も企画出ようかなとか言い出すんじゃない？出ようかな、その日仕事休み取ろうかなとか言うんじゃない。しまいには、アキラ、あの金パパさんの連絡先教えてって、え、なんで、あ、そうそう、私もぐごり出ようかな。行ってくんじゃない、マジで。しまいに、一人からあんたはご覧でいいって。ああ、どうぞどうぞ。え、なんで急にもぐごり出たいとか言ってたの。はあ、あんたのせいだね。あんたが車買うとか言うけど、それに足しするだけだわねとか言ってきて、また人のせいにしてるでしょ。自分が出たいだけだのに。生きてないよ。行っちゃいぞ。いやー、第二のシナリオが見えてきたな。いや、今のイカルドはでもマジで誰かに企画誘われた時に多分行くよ。マジ行くよ。
いや、私なんか何もできません、何もできません、いや、私なんか呼ばれても、ちなみにいつありますって。行くよ、多分。うん、しようが別に知らんけど、うん、すごいね、いや、比較行くのはいいけど、なんかこれもなんか、もう第三のシナリオが一つ見えてきた。うん。なんか、イカルトが、なんか、そうやって企画出るようになって、まあ、イカルトって人の、配信者さんと結構 LINE 交換するから、あ、なんで今日こんな掃除してるの？いや、このね、なんで今日なんかすげえ掃除してるけど、なんでそんな掃除してるのって。明日あんた絶対おらんでよ、家に。え、なんでなんでって。明日絶対家におらんでよ。明日野田さん来るからって、はぁーとかなりそうだよ、マジで。いや、もうなんかありえそうなんだけど、マジで。来ないでしょ。クーナーもう来てるだろ。遅すぎるだろ。あんた明日ずっと出ていたよ。え、なんで？明日石川さん来るから。徹底的に掃除しとかないととか言って。マジで。やめてよ、マジでそれ。いや、でも石川さんには家には来てほしいけどね、うん、めちゃくちゃやってほしいけどね、家で逆に、うん、平八のアジタどこだ、うん、いや、イカルドがさね、今ナイスとかで金稼いでるじゃん、もうちょっとしたらね、多分俺の第4のシナリオここにね、プレハブができるから、平八用のプレハブができる、まあ、それも大体見えてるんですよね。出ていけっつって言って、じゃあ出ていくわっつって出て行ったと、ここのプレハブに行っただけだね。で、鍵閉めるだけで寝るだけ、どうそうでしょ。確かに出て行ってるけど、敷地からは出て行ってないんだよね。反抗期間中、いや、そうだよ。じゃあ俺も出て行くわっつって言って、出て行ったら俺もここのプレハブ行くから。反抗期間の中学生用のプレハブですよ。全員それするだろう、なんなら。いや、俺結構当たってるからね、親子の予知能力。三脚立ててね、三脚立てて飯食ってる時は3人が三脚立ててやる、やることってか、親が配信者になってそういうの来るんじゃねって思ってたら、やっぱなったわ。いや、なんか意外といつの時からなんか違和感を感じてて、
俺多分ワンちゃんもうちの前半は配信者になる可能性あるとか言ってたけど、やっぱなったわ。変な通知が飛んできましたけど、気色悪い。私は負けないとか言って、息子にあのネタを提供してくれてありがとうございます。ありがとうございます。息子にネタを提供していただいてありがとうございます。いや、そうでしょ。私は負けないわ。草よな、こんなもん。何と戦ってるんですか。うん、何と戦うのよ。どうやったら勝ち負け決まるの。いや、わからない。どっちかが配信者やめたら勝ち負けなのかな。勘違いしてない。いや、勘違いしてますよ、ほんまに。ほんまに勘違いされてますよ。またこの僕もフワッチにはフワッチで対抗しますよ。